フェブラリーで勝った戦力で、しっかりとその次も戦力で力出し切ってくれたので、それは馬がしっかりしてきたのかなとは感じましたね。柏の後に一度リフレッシュの方を出しまして、ですぐ2週間程度出してからすぐ栗東の方に帰休して、そこから調整始めてますけど、今日天気悪いんですけどね、予想以上にしっかり動いてくれてたんで、状態はいいんだろうなとは思いますね。はい、成績も安定してるんで、今回も万全の体制ではいけるとは思いますね。大井も初めてですし、ナイターも初めてですしね。で、2000m 経験するのも初めてが G1 の舞台ということで、また挑戦かなとは思ってるんですけど、競馬場はいろいろ走ってきてるんでね、兵庫の2歳の時も走ってますしね、関東も行ってます。